まず学位どうなってるのを知らない限りクリーンチェックが正しいのは作れないし、ほぼ 100% 失敗してしまうと僕は考えています。今日はですね、オンラインサロンの先生方に特別アライナー矯正治療における学位の考え方についてお話をさせていただきます。なんでね、突然この話をね、オンラインサロンの先生方にしているのかと言いますと、まずこの学位なんですけど、これ分かりますかね。で、外児童というのはこの科学棟にすごい近いところにありますので、外児童に触診というのをするんですよ。なので今噛んでいる習慣性咬合位というものがすでに合ってるの合ってないのというところから見なきゃいけないんですよ。マルチブラケットと大きく違うのは何でかと。で、こういう内容をですね、今度の日曜日、CMD に特化した、関節に問題がある患者さんに特化した2日間のセミナーを開始します。触診をしていただいたり、このスプリントを一緒に作ったりするのを座学だけじゃなくて、一緒にここに来ていただいて勉強します。CMD、関節に問題がある患者さん、どうやってアライナーで治すのかっていうのを勉強したい方は、ここに貼っといてもらっていいですか。一緒に勉強しましょう。アライナー矯正治療はね、ただコンピューターをカチャカチャやって、治療するものではないと。患者さんを見て、学位を見て、そして配列をしていくのがとても重要というふうに考えております。すごいですね。何よりもこの今までこう絶対作れなかったであろう、こう穴が開いてるスプリントが作れるっていうだけでもすごいんですけど、このすごくこの術式もシンプルになりますし、適合精度もいいし、もう何から何まですごいびっくりな、はい、スプリントです。実際のところ、自分がこういったCMD の、患者さんを治療することもあって、でやっぱり治療手順としてはかなり複雑になってしまうということもありますし、あとどうしてもその後でじゃあ、どうやって噛ませるんだっていうところが最終的にすごく迷うところが多かったので、今回セミナーに参加させてもらいました。でやっぱり、このセミナーに参加すると、ものすごくその内容が整理されているのと、フェーズフェーズで、やんなきゃいけないことがかなりはっきりするので、すごく僕の頭の中にもクリアになってきたし、でそれでいてさらに、なんて言うんでしょう、こうそのステップステップが簡便化できるようにこのデジタル化されているっていうのが、もうものすごくためになるセミナーでした。素晴らしくて、やっぱりハンズンじゃないとできない部分っていうのはやっぱりものすごくあるし、逆に、そのオンデマンドであれちょっとここどうだったかなっていうところも実は何回か見返したりして、自分が足りない部分を補強できたりしたので、すごくありがたかったと思います。また復習も見れますからね、はいはい、本当にそれはありがたくてですね何度こう巻き戻したことかっていう、あれちょっと僕の理解が足りてなかったぞっていうところを実は3回ぐらい見返してから来ました。いや、思ってたよりも全然直感的に動くし、今僕は根も入ってないですけど、今まで実はそうやって敬遠してたところもあったんですね。で英語表記だし、で実はでもあんまり単語になってるし、そんなに問題ないんじゃないかっていうところもあって、ちょっと来年どういう考えます。はい、今バッチリ入ってますけど。バッチリ入ってます。はい。はい、いかがですか。ただ今まで自分も噛み合わせがちょっとずれてたので、すごいしっくり、はい、来てます。自分の噛み合わせはここだったんだなっていうのが、はい、わかります。学科生では、審査から診断から、治療方法まで今までよくわからないところがあったので、でしっかりちょっと学びたいなと思ったところにこの、セミナーのアナウンスがあったので申し込まさせていただきました。やっぱり実際に対面のセミナーで実習ということで教わって、すごい指の感覚とか顎の感覚っていうのが分かったので、もうすぐ行かせそうな感じがしました。はい。いや、もうすごい使いやすいというか、こんなことができるんだと思って、すごい早く取り入れたいなと思いました。はい、はい、入れてみた感じはいかがですか。いや、もう無調整でパシッともう1回で入れ、もうスムーズに入るので、今までの
そのスプリントとは全然違いますね。もう、はい、他のスプリントも入れてみたことがありますか？はい、僕は上枠の方に入れるんですけど、やっぱりその調整が何回もあったんで、こんなにスパッと入ることはなかったんで、はい、すごく驚いてます。もうこんな短時間でできたらすごいなと思います。あ、そうですね、小島先生から以前からその CMD の話は聞いてたんですけども、まあ、その顎関節の触診の仕方だったりとかがちょっともっと詳しく知りたいなっていうところと、まあ、その実際そのネムを使って、コパを作るっていうところが実際ちょっと体験したいなっていうのもありました。もうその今まではウェブしか僕受講しなかったので、実際ハンズオンを受け入れたので、やっぱりそのハンズオンならではのところが聞けたので非常に勉強になりました。はい、実際その今日いろいろこう使い方だったりとか教えていただいたので、はい、勉強になりました。これから臨床で何回もやっていこうかなと思います。ぴったり。こんなに早く作れるとは全く思いませんでした。今日スキャンしたデータですもんね。はい、そうですね。はい、学位のこう、はい、取り方とかそういったところはいかがでしたか？はい、やっぱりそのオンラインでは聞けなかったようなその、まあ、詳しいところというか勘どころっていうのを体験できたっていうことが、あ、ちょっと違ったんだなっていう、その聞いてたのと思ってたのと、いや実際体験したんで違ったので、そこが知れてよかったです。やっぱりそのバイトの取り方っていうところがこれで本当に正しいのかってことと、あとはそのネモっていうのが興味があったんですけど、どういうものなのかっていうのをちょっとやっぱり使ってみないと分からなかったので、まあ、その両方デジタルで、はい、まあ、ネモで診断用のワークスアップというか、まあ、そういうことを やるっていうのと、あとはバイトの取り方、この2つが目的だったので、まあ、しっかりその目的を満足いくまで教えていただき、いや僕はパソコンあんまり得意じゃないんですけど、ものすごく簡単で、まあ、これはちょっともう技工さんには出せないなと思いました。はい、やっぱり先にオンラインで聞いておいて、でそれでハンズオンでやることはハンズオンだけに集中してできたので、それぞれのところにすごく効果があったなというふうにすごく感じました。はい、簡単なステップで本当適合がいいものができてびっくりしています。6回コースとかでもコパスプリントの話が出てきて、実際でもやるのになかなか知識不足だったりしてるので、この際しっかり自分でできるようになりたいと思いました。はい、大変ちょうどいい感じで、いろんなこと本当質問も教えていただきましたし、実際の症例に対してもどんな風にアプローチしていいかっていうのがすごく分かりやすかったです。なかなかちょっと違うとこ触っちゃったりして、また復帰したりするのになんかちょっと分からないとこあって、もっと触って慣れないとなとは思っています。と本当にぴったりですね。締め付けられるぐらいぴったりフィットして、でバイトも学生数直進してもらったんですけど、ちょうどそこに合うような感じで無調整で一発で入りました。はい、以前の模型を起こしたようなスプリントと比べてはフィット感がこう違うなっていう感触はあります。はい、6回コースとかクリニカルコースで小島先生から教えていただいてはいたのですが、実際に触診をしてみ見ていただきたいなとか、実際にどのようにこう感覚として前方とか側方とかに動かしたらいいのかなということがまだわからない点が多かったので、はい、受けさせていただきました。1回目はオンラインと、あとさらにオンデマンドもありましたので復習もできましたし、でオンラインによって先にこう予習もできましたので、非常に勉強がスムーズに入ることができました。でまた実際ここに来させていただいて、よりリアルに体験することができたので本当に勉強になりました。と実際当院でも行ってありますが、僕はネモの調整とかそういったところで技工士がこうチーム分かれて行ってくれているのですが、その技工士のところの
部分までも勉強することができたので、本当に認証に役立つ内容になりました。